大手。どう見ても罪ですね。それじゃあ今日はこれで。よかったらまたお手合わせ願いますか。あなたからは何かこう勝負師の気風を感じたんです。盤上の動きは素人丸出しなのに不思議です。いきなりそんなこと。でも指南には条件があります。私の新手研究の試験台になってもらいます。それでよろしければ。ありがとうございます。